1日です。2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日に始まります。あと9日です。何ですか？知りませんか、おばあさん。サッカーのワールドカップです。ああ、太郎くんはサッカーが好きですね。日本の試合はいつですか？今、調べます。11日にフランスと戦います。20日にスペインと戦います。韓国は？韓国は22日です。22日は土曜日ですか？はい、そうです。じゃあ、その試合を見ます。どうしてですか？おばあさんもサッカーが好きですか？韓国にお友達がいますから。